東海3県では顕著な功績を挙げた人に贈られる旭日賞と、社会のために長年従事した人に贈られる瑞宝賞で260人が受賞。旭日炭鉱賞を受賞した名古屋市の太田光則さん75歳は、60年にわたり寿司職人として研鑽を積みながら業界の地位向上や若手の育成に貢献。コロナ禍では衛生水準の確保など感染対策に尽力しました。新鮮で美味しい寿司を握るのをまあモットーにしとるけどね、まあ一生懸命でやってきましたからね、だからそれがまあ良かったのかなって。